Several hundred years after the fall of human civilization, it was a lawless period. A time without order, only blood, flesh, bone, and iron. It was also a time of sorcery. Having been terrorized by demonic creatures their entire lives, human beings were miserably inadequate and forced to subsist in a barren, bastille environment. シーンか。はい、メタリカ穴川より和議の書状を携えた使者が殺して送り返せ。このアーシェスネイ率いる四天王第三軍とひとたび切り結んだ者には降伏など許さぬ。戦における鋼鉄の掟忘れたか。我らに勝利して生き延びるか、敗北とともに皆殺しとなるか。ネイ様、メタリカ穴信仰の指揮、私カイハーンにお任せください。好きにしろ。はっ、ありがたき幸せ。ダーシュ、ダークシュナイダー、とうとうあなたを殺さなければならなくなった。忍者マスターガラが離反した今、私のこの手で。この風景は夢、いや、この場所は確か。そうだ、俺とお前が最初に出会った場所だ。ダーシュ、久しぶりだな、アーシュ。イリュージョン、そうか。15年前と変わらねえ。エルフの血が入ってるせいだな。ダークエルフのな。その日から100年の恋が始まった。でも今は敵同士。分かってんのかね、100年近くもかけてこんな立派な体に育ててやったのが誰か。愛してんだよ、お前を。俺に逆らうんじゃねえ。俺の敵に回るな。ダーシュ、私にはもうあなたを倒す以外に。アーシュ、ダーシュ、いえ、ダークシュナイダー、いつまで15年前の私と思わないで。私はあなたの知ってるアーシェなんて女じゃない。私は四天王の一人、
雷帝アーシェスネイム、それを忘れないで。エーフキリス、神明たちと盟約と祭壇を全部やめろ。我精霊に命ず、イカツチ土地よ、テズラ。シュナイダー。ねえ、ヨーコさんは？我らメタリカーナの命運、今やあの邪悪な魔法使いに全てがかかっている。お父様、必ずルーシェ、いや、ダークシュナイダーを探し出してきます。頼んだぞ、ヨーコ。はい。ダークシュナイダーの行方はまだつかめぬか？はい、アーシェスネイトのイリュージョンでの接触より後は。あのハーフエルフはダークシュナイダーを父親として異常に愛している。ネイにダークシュナイダーが殺せると思うか？ネイはもう我らが意のままではないですか。太古の邪悪な儀式によって、仮にネイが我々を裏切ったとしても、それが彼女を始末してくれる。さらに全く同質の魔力を持つあの二人が正面から衝突したとき、二人のうちどちらか、いや、その両者ともがこの地上から跡形もなく消し飛んでしまうのではと。そう、うまくいけばよい。間違いない、ルーシェ、いや、ダークシュナイダーのやり方だわ。まだ新しいもののようです。ええ、急ぎましょう。タンタタンタタンタンタタタンタタン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 、よしよし。おい、ダークシュナイダー。ん？誰だ？どこ見てんだ？ここだよ、ここ。ん？15年ぶりだな、ダークシュナイダー。その声は誰だっけ？ダーク！ラーズだ、ラーズ！貴様、自分の仇も忘れたのか！チッ、相変わらず冗談の通じねえ野郎だ。しかし、畜生堂に落ちていたとはな。ふん、なんとでも言え。それより、一度は殺そうとしたガラを仲間にしたり、あんな小娘に本気になったり、15年間の空白でまるで人が変わっちまったな。待て、メタリカーナには戻らないのか？どこ行こうってんだ、ダークシュナイダー。どうなんだ、ダークシュナイダー。この霧、何か嫌な感じがする。我々の周囲には聖なる結界が巡らせてあります。誰にも見つかるはずは。でも僕の勘ってよく当たるの。注意した方が。逃げてください、今のうちに。でも、ヨーコ様は、
ダークシュナイダー様を。脆い、脆すぎる。これがメタリカーナの実力なのか。この国にはたった一人の女とすら対等に戦える者はいないのか。メタリカーナ第一騎士団長ボンジョビーナ、一対一の戦いを所望する。面白い。ならば私も最大級の奥義を持ってお相手いたそう。望むところ。くっ、ハリケン流拳法流撃羅刹斬。あの怪物とまだ僕らのことを探してるはず。せっかくルーシャ君に会えたのに、このままじゃメタリカーナが。誰だ君は。最も華麗で最も聡明でしかも美しい地上最強の伯爵、ダイヤモン様だ。実に素晴らしい。未だ熟しきらぬその死体はまさしく処女のもの。記念すべき今宵、大神官ジオノート・ソートが娘ティアノート・ヨーコのみならず、ジオ直属の聖剣士三人の生き血を味わえるとは。ヴァンパイア。その通り。あなたたちのような上質の処女の生き血があれば、この私の魔力はさらに強大なものになるのです。さらにあのダークシュナイダーを倒せば。ルーシャ君、私は名実ともに姉様やカル様に匹敵することになるのです。さあ、おとなしく私にその血を捧げなさい。そうすればここにいる女たちのように永遠に若いまま、この私に仕えることができるんです。大きな口を叩くのもそこまでだ、ヴァンパイア。
貴様の正体さえ分かればこっちのもの。全裸の民よ、この印を持って悪しき力を滅ぼしたまえ。それはヴァンパイアの恐れるものでは。世界一うわ、やった。よいしょ。聞かん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 、そんなものはね聞きませんのよ。まずあなたから。デリシャス。さて次はあなたの番ですよ。そうそう、いい心がけですね。やめて、こんなのひどすぎる。あんまりだよ。お願いだからもうやめにしてよ。うるさいお嬢さんですね。あなたもすぐ吸ってあげますから静かに待ってなさい。このお嬢さんのよう。ルーシャ君、君もみんな、みんな殺されちゃうんだぞ。なんてこった。なんということでしょう。この女少女ではないではありませんか。それでも神に使える聖剣士ですか。最近の若い娘こと来た日にゃ、ここは一つ最高級の処女の地で口直しをするしかありませんね。ルーシャ君。無駄無駄無駄ですよ。いくら呼んでもダークシュライダーは復活しませんよ。ルーシャ君。お願い助けて、ルーシャ。うざせー。まさか自力で封印を解こうというのか。俺をここから出せ。ようこさん、怖いよ。ようこさん、パクしちゃうよ。出せ。ようこさんをいじめる奴はぶっ殺してやる。二人の心が一緒に。怖いよ。ここからようこさん出せ。ようこさん助けてよ。ようこさん。ルーシャ君の意志と封印の効力の方がダークシュナイダーより強いんだわ。ふん、驚き桃の木三種の日立ち。いやあ、当たっちゃった。当たっちゃった。このガキは貴族の顔を足蹴にしやがって小包10枚にして返してくれ。てめえ、他の女はともかく、よりによって陽子さんに蹴り入れやがるとは。いいか、その女はな、将来俺の子供を産む大事な女なんだぞ。バカ、勝手に決めるな。この筋肉だるま好き放題やりやがって。スー&アステール死ねえ、サルスケライオット。うっ、うっ、これがダークシュナイダーの魔力ですか。伝説の魔人が聞いて呆れますね。この程度の力しかないとは。お笑いだ。気に入りませんね、その人を見下
した態度、その目は花から自分が勝つと思い込んでいる目だ。この世で一番強いとでも思っているんですか？そうだ、俺はこの世で一番強い。いけませんね、怖いもの知らずなその態度。あなたは一度恐怖というものを思い知る必要がありますね。やめとけ猿、無駄だ。ヴァンパイアの力見るがいい。ジーナ、ハッシュ様の必殺技おっそうしガッサン。やりましたよ、ダークシュナイダーをこの手で。バカな、確かに手応えは。なんとさっきの電撃で運動中枢が傷ついたのに気づかなかったのか、このタコ。今のてめえは魔力をまともに使えねえんだよ。おのれ、紳士を愚弄しやがって。方向感覚が狂っていようがどうだろうが、これならどうだ、ダイヤモン大回転発送し。男の戦いにおける唯一不変の法則、それは武男のマッチョは女にモテて頭の切れるスマートでハンサムな主人公に絶対に勝てないということだ。お前主はその顔で現れた時すでに決まっていた。黙れ、私は美しいの。行くぞバケモン、陽子さんの分100倍返しだ。カメ、どこを狙ってるん？バーガー、この俺に恐怖を与えることができるのは後にも先にもただ一人だけだ。吸血鬼の肉体が限りなく不死に近いということをお忘れなく。私こそは貴族、私こそは征服者、私こそは支配者。我が名はダイヤモン伯爵。ノー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 。ヴァンパイアってやつは日の光に当たって灰になってもコウモリの姿で霊が現れ、いずれは元通りに復活するんだって。コウモリの皮膜で一つ魔法をかけてやろうか。やめて。ダイヤモン、お前は殺すにはちょっと惜しい。邪悪でタフで高慢で残忍で笑える男だ。自身の生死を選択するチャンスを与えてやろう。キーオーブスプラターロ、コウモリの羽より来たれ山の王、我が爪に宿り契約の効力となれ。この青い爪は呪文とともにお前の体に食い込み、その一部となる。お前が俺への服従を拒んだ時、こいつは紫を経て赤く変色する。この爪が真紅に染まった時はお前の最後だ。体は砕け散り、後に残されるのは哀れな引き返るが一匹だ。いや、やめて。人の情けがあるのなら。ねえな、そんなもの。アキューズド、忘れんな、俺に盾ついたら引き返るだぞ。はあ、とりあえず片付いたな。ん？3人とも僕のために。大丈夫だよ、陽子さん、すぐに手当てすればよくなるって。それより陽子さんの方が心配だよ。え？平気だってば。だって血が出てるじゃねえか。あ、こらやめて。ダメだってば、こんなことしてる場合じゃ。あ、ダメ。あ、今
それどころじゃないって言ってるでしょ。さあメタリカーナに戻るぞ。へいへい。ついにここまで来よったか、アーシェスネイの軍勢め。ようこよ、やはりダークシュナイダーは見つからぬのか。いかがですか、大婆様。この予言は。なんと、なんということだ。ダークシュナイダーが心臓をえぐられて死んでいる。呪文ハロウィン、イニシエの呪文ハロウィン。この超破壊呪文を使える者、来たか、ダーシュ、いやダークシュナイダダーシュ、いや
我らが夢を邪魔立てする者、ダークシュナイダー、雷帝アーシェスネイ、命に代えてこの雷神剣であなたを討つ。